皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今日は京都に来ています。私の大好きな京都。今日はまずホテルグランピアさんで朝食を食べて、その後、源義経の聖地、私の大好きな義経の聖地鞍馬寺に行きたいと思います。というわけで行ってみましょう。というわけで鞍馬寺にやってきました。力神社。おー、ね、すごい綺麗じゃない。綺麗。杉の木ってさ、一直線じゃん、空まで、だから神様が降りる木なんだって。花粉めっちゃ飛ばすけどね。なんでそういうこと言うの今せっかくいいこと言ったのに。7歳から10年間昼は学問、夜は武芸に勤しんだ時に住まいした東光坊の旧跡である。GPS で見たら同じところにいる、きっと。義経、数百年前の義経と GPS 的には同じところにいるはず。いよいよ近くなってきましたね。わあ、綺麗だ。とても綺麗ですね。そして正面が石垣っていうのが良い。良い良い。てかさ、このさ、石垣のこの曲線が良くない？美しい。なんか天守台みたいじゃない、ここ。え、これ全然天守台に見えない。天守台に見える。いい、ここの端っこいい。このね、この反りがいいよね。ね。鞍馬寺で何言ってんのって感じだけど。14階っぽく見える天守台っぽい本殿の本殿手前の石垣を取る。すごい角度だもんね。これすごいね、反ってるもんね。そう、反ってる反ってる。熊本城もびっくりの反り方してるよね、これ。キュンキュン行こうっていうか、今11時5分なんだけどさ2時間経ったうちら多分9時過ぎぐらいにこっち来てるから2時間経ってるよ。で、ようやく今本丸の手前まで来たわけだけどさ、これもしさ、城攻めだったらマジうちら首じゃない？首だね総係っつっただろうなみたいな。もう終わってんぞみたいな。何時間かかってるんださせん本丸にたどり着いたところで切腹だ。切腹もさせてもらえないかもね。これ指導不可どころの騒ぎじゃないもんね。2時間もかかっちゃった。2時間でも石垣がいけてたからさ。いけてた。着いた本丸。ようやく本丸に着きました。綺麗ですね。鞍馬寺です。さっき下から見てた天守台らしきところにはそんな大きい石がありました。ここからすごく良い天気、爪の嫁入りですね。雨がちょっと降ってます。雨降ってます。いいですね。今日お参りしましょう。ね、ここなんかさ、パワースポット、なんかパワーサークルみたいじゃない？なんか三角形のやつだとさ、なんだっけ、あの海外のやつ、あの秘密結社とかによくなるやつ、なんだっけあれ、なんだっけなんだっけ。フリーメイソン、フリーメイソン、フリーメイソン、フリーメイソンまでがめちゃくちゃ長かった。よし、じゃあお参りしよう。ようやくお参り。あ、よかったよかった。めちゃくちゃ長かった道のり。ろうそくがありました。こちらに正面に。すごい綺麗じゃない？すごい綺麗。ピンクがかったの可愛い。可愛いね。すっごい綺麗。あ、古い道。
ようやく奥の院に行きます。本丸に来てから1時間ぐらい経ちましたけれども、ようやく奥の院に行きます。今日も本丸じゃなくて本殿っていう。あ、いい石垣、またかっこいい。ここ写真撮ろう。うん、写真撮ろう。いい感じ。あ、いい感じですね。奥の院で義経が皆さんに、皆さんじゃないわ、天狗さんに武芸を、方言様に武芸を習った日の根道に向かっていきたいと思います。到着、霊宝殿。あ、本当新緑が綺麗だな。霊宝殿は3階に奉安する国宝毘沙門天三尊像を拝んで、牛若丸は寂しさを紛らわせていたのだろう。わあ、この水もいいね。なんかいいね。奥の院って感じ。うんうん。だんだん奥に進んでる感がある。急に到着しました。息継ぎの水。牛若丸が毎夜奥の院で剣術の修行に通っていた時に、この清水で喉を潤したと言われているだって。今も湧いてるって書いてあるけど、湧いてるようには見えない。でも義経がここで水を飲んだということは、この辺りを義経が立ってたってことだよね。どれか1回ぐらいは当たったでしょう。おお、すごい。なんかさ、ここそこ折れてる感じするよね。山城攻めてる時に。本当だ、山城っぽい。寺からの城って感じするよね。そう、奇跡をたどってる。奇跡たどってる。いいですね、山城感ありますね。奥の院ってさ、なんか爪の城みたいな感じじゃない？あ、確かに確かに。さっきのが本丸だとしてさ、ふもとに御殿あってで、背後の山に爪の城があってみたいな、ね、萩城とみたいな、あんな感じ。35番、お、背比べ石、こちらですね。義経子、シャナオと名乗って10年余り鞍馬寺で修行をしていた牛若丸が山を後に奥州平泉の藤原秀衡の元に下るとき、名残を惜しんで背を比べた石と言われている。中には入れないので、とりあえずここで七尾、つまり義経、義経公がここで背を比べたということは、この周辺をどこか歩いたのは間違いないということなんで、これでどこかしらは合ってるでしょう。いよいよ火の根道ですね。こちらで修行をしていたというね、火の根道、ここで義経が修行してたんですね。さて、ここで大河ドラマ義経の一場面を再現したいと思います。火の根道で義経が修行するシーンをやろうと思っているので、これを見る前に皆さん、どっかしらの YouTube でそれらしき映像を見てからこれを見てください。奥の院から木筆に向かって進みます。だいぶ木の根道で時間をあれしましたね。何か到着したけど、またフリーメイソン的なものが見えてきたんだけど。本当だ。城が不動堂なんだけど、この不動堂のところで鞍馬天狗と義経が出会ったらしい。そしてあっちに義経堂があります。ここに義経の魂が帰ってきてんですね。義経、奥の院魔王殿に到着しました。
あとは貴船に降りるだけや。魔王殿から貴船神社まで647メートルと書いてあります。こちらですね。参りましょう。あ、ようやく貴船に着いた。貴船に着きましたよ。貴船に着いた。貴船に着いた。おー、蕎麦屋さんがある。お昼お蕎麦屋さんにしようかな。即決でこちらのお蕎麦屋さんにする。そばにします。さて、お昼も食べ終わりまして、貴船神社にやってまいりました。いい天気。しかし結構混み合っていますね。お久しぶりの貴船神社です。船が寒いです。とっても寒いです。船が混んでたので、一瞬で終わりました。まあ、船は何回も来てるしな。クラマーの方が久しぶりだったんで、船は本当、見ただけ。見ただけ。今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいねって思ってくれたそこのあなた、いいね、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。